堀江ゆいです。お便りを紹介します。北海道の天玉ネームゆいげつお兄様からいただきました。ほっちゃんこんばんてん。先日スーパーでそのスーパーのプライベートブランドのソフトクリームを購入しようとしたら値段が30円ほど上がっていて、プライベートブランド以外の商品とほぼ変わらない値段になっていて驚いてしまいました。ほっちゃんは最近これは値上がったなぁと感じた商品って何かありますか？もうありがとうございます。もうちょっとね、まさに今日狂気がついたんですけどちょっと私もしかしたら今から日本経済の闇に切り込んでしまうかもしれないことになるかもしれないんですけど、諏訪さんも親方も覚悟はいいですか？覚悟はいいですか？なんか毎日ね、こう大体ここでペットボトルのお茶を1本買うっていうところがあるんですよ。でね、なんとなく、毎日買ってるから今日も買ってきて、さっきね、そのなんかホット、まだホットが良かった、4月には入りましたけど、まだほらたまに肌寒い日もあるから、まだもうちょっとホットも入れておいてほしかったみたいな話題をねしてたんですよ。でそれでなんかペットボトルをこう触ってたら、あることに気づいてしまったんですけどまず1点、あれ、ペットボトルのお茶ってこんなにちっちゃかったっけっていうなんとなくなんかさ、なんか知ってるんですよ。だいたいほらよくみんなが買うお水とかが入ってる大きめの500のペットボトルが1個あるじゃないですか。でそれのなんか半分ぐらいだなみたいなイメージのペットボトルがなんかコンビニとかで売ってるじゃないですか。でも私いつも駅の自販で買うんですけど、駅の自販のペットボトルってその半分ぐらいだなって思うペットボトルよりさらにちっちゃくできてるんですよ。でそれはなんか飲みきれるサイズとか持ち運びやすいサイズみたいな多分意図がねあるってことはなんとなく知ってたんですよ。でだからそんなに気にしなかったんですけど、今日改めて見て、あれ、なんか1センチぐらい縮んでないかなっていうのと、あとここから闇に迫りますよ。いいですか、皆さん覚悟はいいですか？なんかペットボトルのそこにすごいくぼみができてるすごいくぼみができててで、なんか本当に指の第一関節ぐらいまで埋まるようぐらいのくぼみができてて、え、これってかさ増しってことかなみたいな。ねえ、いやでもかさ増しにしてもなんとなくイメージですけど、液体をその分減らすよりこのくぼませるペットボトルの方が高くつくんじゃないかなみたいなそういうちょっとところもありつつ、なんかこんなに今なんかこう量を減らさないといけないのかなとか、あとなんかその運搬用に このへこみにペットボトルの2個目のペットボトルのこの頭を差し込んだらちょうどはまるのかなと思ってやってみたんですけど、そうでもないんですよ。ただ単にこのくぼみができてるみたいな。でも万が一ね、このくぼみがあることによってよりその外気と触れ合う機会が多くなってるから冷やしやすい、もしくは温めやすいからっていう利点があったらごめんなさい私のこの日本経済の闇への切り込みは間違ってるんですけど、え、すごい、え、こんなへこんでるってちょっとなって驚いたっていう話でございます。はい、まあね、いろんなところでね値段とかね上がってるってよく言うじゃないですか。その分ね皆さんのねお給料とかが上がってたらいいんですけれどもっていう話でした。でもほら今ねチケット代とかもどんどんなんか上がってるとかってよく聞くじゃないですか。でもねそれ以上に資材がすごい上がってるんですって。例えばライブとか、舞台とかでも、セットとか作るわけじゃないですか。そのセットとかを作るための資材がやっぱもちろん消費税とかで変わったっていうのも多分あるんでしょうけど、その資材自体が上がってて、で資材自体が上がってるから多分なんかねそういうのを人件費とかもあんま逆に上げれないとか、だから本当に皆さん頑張ってる中でそのステージとか舞台とかなんかそのライブとかを作ってる人たちがいるんだろうなってちょっと思って、なので多めに見てください
もね材料費が大変みたいですね。それだけでだいぶかかっちゃうって今話聞いてて思ったので、はい、なんか皆さんもねなんかいろいろ見る方法をちょっとね、配信とかも増えてるんでね、見る方法考えて見ていただけたらと思います。はい、ということで日本経済の闇に切り込んだ回でしたオープニングから堀江優衣の天使の卵、今夜もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りします。改めましてこんばんてん、堀江優衣です。ちょっとね冒頭でさ日本の何経済の闇に迫っちゃったからちょっと炎上しないかとか心配なんですけどでは皆さんから届いたふつおたを紹介していきましょう。ペットボトルの形の話しかしてないけど東京都のてんたまネーム陽介お兄ちゃんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。放送が終わったイシュラですが、最終回でようやく静かに歌うナスティークが喋りましたね。今までは登場はしていましたがセリフがなかったのでクゼにしか聞こえないという設定なのかと心配してました。収録はどんな感じでしたか。最終回でいきなり合流だとすると難しそうですが、というねお便りいただきましてありがとうございます。そうなんですよ、なんかまあ正直言っていいか分かんないですけど合流っていうかっていう感じでしたね。やっぱ最近のアフレコは結構まあイシュラどうやって撮ってたのか私知らないんですけど、なんか結構やっぱり時間帯をこうばらけさせたりとか、まあ、その日にね当日にいない方たちも多かったりとか、まあなんかそのチームごとに結構あれなんかチームごとに分かれてるなっていうイメージの作品だったので、もしかしたらそのね同じチームの人たち同士みたいな感じで集められて撮ってたのかなっていう感じもあるんですけど、私は全然多分収録終わった別日に呼んでいただいて、だからもう音声皆さんの他の皆さんの音声入りのあれを聞いてその収録の準備をできたぐらい後の収録だったので、なんかねすごく重厚な作品で面白いなと思いながら収録させてもらったんですけど、何せ一言なのでなんかねなんだろうね、でも確かに一言だけ喋るのってなんか美味しいねとか一言だけでなんかずるいねみたいなことを言われますけど、なんか一言ってさ0点か100点だからって思うなんかそのドキドキはありますね。アフレコとかでも別に毎週出てる役とかでもその日が一言だとかだとすると、あ、私今日100点か0点だなっていう風になるから、結構そのワンワードね意外とドキドキするっていうのはなんとなくあるんですけどね。はい、まあでもそんな感じで本当一言で撮らせてもらって、しかも全然別の日に一人だけでみたいな感じの収録だったので、まあさちょっと寂しいなと思う反面、でもなんか作品の雰囲気も感じながらこうじっくりね撮れたのは良かったかなと思いました。でもそうなんですよね、だから結構この作品なんか事前にコメントオンエアの前にが始まる前にコメントをお願いしますみたいな、で、まあ、原作とかは一応ね読ませていただいたり知ってるしあれなんですけど、でもその最終回までの台本とか V ってやっぱもらえないものなんですよ。だから最終回だけしか知らない状態でコメントを実は出さなければならなくて、はい、なので、まあ、自分ができる限りのコメントをさせていただいたっていう
感じです。本当無口な子なのでっていうのを書かせていただきましたけど、はい、でもね、こう画面には結構映っていたりとかするキャラなので、だからその分ね思い入れも持っていただけて、きっと最終回でおー喋ったみたいにね思っていただけたんじゃないかなと思うと、なんかとっても私自身もいい嬉しいなと思ってます。はい、なのでぜひ皆さんもすごいお話が思ってた以上にどっしりしたお話だったので見応えあると思いますので、ぜひ皆さんも見ていただけたらなと思います。じゃあもう一枚、宮城県のてんたまネームゆんゆんさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん、スクールカレンダー届きました。表紙からほっちゃんと黒猫ちゃんの可愛さが爆発しててめくるのがとても楽しみです。私事ではありますが4月から移動で職場が変わり、慣れない環境で勤務することになるのですが、可愛さ爆発しているほっちゃんと黒猫ちゃんを携え頑張りたいと思います。ありがとうございます。ってことはこれあれかな、4月の職場に置いてくれるってことかな。おー、チャレンジャーほらデスクの広さとかまだわからないじゃないですか。広そうだったらぜひね持って行っていただけたらなと思いますけど、はい、4月の表紙あります。黒猫ちゃんをね抱いている写真から始まりまして、4月はね、はい、私が着替えているところっていうとちょっとあれなんですけども、着替えている風な写真になっております。それをね黒猫ちゃんがじっと見つめているみたいな、はい、感じの写真になっております。4月からのスクールカレンダーなのでね、皆さん興味ある方はちょっと調べていただいて、今なら、存分に使えますから。まだ売ってんのかな、ちょっとわかんないですけど、もし売ってて今頼めば4月から存分に使えますから、はい、じゃあもう一枚、東京都ラジオネームなるさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん、黒猫同盟の公式グッズスクールカレンダー生写真秘密文書用ファイルが届きました。一式ありがとうございます。とても楽しみにしていたので、届いてすぐにカレンダーの写真を一気に見てしまいました。見る派の人、さっきの見ない派の人っぽかったですもんね。見る派の方ね、ありがとうございます。カレンダーのドットの絵柄が黒猫になっていたり、どの月にも黒猫ちゃんとほっちゃんが写っていて、とてもファンクラブ名らしいカレンダーだなと思いました。私は8月のアイスを食べてるほっちゃんを見てる黒猫ちゃんの写真がとっても可愛くて、結局可愛いは黒猫ちゃんにかかってるけど私は8月のアイスを食べてるほっちゃんを見てる黒猫ちゃんの写真がとっても可愛くて早速お気に入りです。黒猫ちゃんの視線の先がほっちゃんというのが尊くてたまらんです、というのでありがとうございます。あ、そうこれね8月の写真なんですけど、私がちょっとベンチに座ってアイスを食べてるんですけど、それを本当にこの猫ちゃんが見てるっていう写真がこれね、あーアイス食べてるっていう、なんかその感じがめちゃくちゃ可愛いですよね。なんかやっぱりこう猫ちゃんとの撮影だったので、前もちょっとお話しましたけど、できるだけねその猫ちゃんの負担を減らしてあげたいから、猫ちゃんだけ撮って、で後々合成とかでも全然いいですよっていう話をしてて、でだからこう私の写真と猫ちゃんの写真を選んでる時も一緒に写ってても、なんか例えば私がこれ表情がいいなとかこの写真がいいなって選んだもので、猫ちゃんがほらどこも向いてないみたいなのがあるかもしれないから、そういうのも最後合成でも大丈夫ですよって言ってたんですけど、結構この猫ちゃんが本当に優秀で、だこれも全然合成とかをしてなくて、本当に私のアイスを見てるアイスっていう感じに映ってくれてて、本当にね本当にいい猫ちゃんだったんです。本当に可愛かった、ぐにゃぐにゃしてたよ、生温かくてぐにゃぐにゃしてて可愛かったですいやほんと可愛かった、ほんといい子だったの。はい、抱っこもねさせてもらってて、はい、なんかねそう猫ちゃん抱っこってあんまりないから、私下手なんですけど、でもそれでもねなんかあんまり暴れずにちゃんとね抱っこされようってしてくれてたの、プロだなって思って本当にプロだなと思って、すごいねいい猫ちゃんでしたね。だから写真チェックしてるとね、本当なんか本来自分のねこう顔だけ
見てればいいんですけど、いつの間にか猫ちゃんずっと見てるみたいな感じの写真チェックになっちゃってね、結構大変でしたね。はい、あと気づいていただいて嬉しいんですけど、このねカレンダーのあの縁、そこにはないんですよ。縁、あったあった、縁のドットがあの猫ちゃんになってる、実は猫ちゃん柄になってるっていう、そうなってるっていうのが結構今回ポイントで、あのなかなかないデザインで可愛いなと思って、あのデザイナーさんの本当何あの遊び心みたいな感じでやっていただけて、すごいその辺もね、今回のお気に入りポイントになっておりますので、ぜひ皆さんね楽しんで見ていただけたらと思います。そしてこのね送ってくださった方、ユンユンさん4月、なるさん8月ということで、この2票をこの回に投票させていただきます。はい、今日からスクールカレンダー総選挙始めます。わー、はい、ということで、このもしかしたらこのてんたまでは読まれないかもしれないお便りの中でも、この何月のこれ好きでしたとかって書いていただけてると、言葉攻めの河野さんが全部集計して年末に発表するカレンダー総選挙の中の順位に反映されるようになりますので、皆さんねぜひお気に入りの月がありましたら、それを書いて送っていただけたら嬉しいなと思います。すぐ読まれなくても年末に読まれる可能性がありますのでおー今読まれたみたいになるかもしれないのでね、ぜひ送っていただけたらなと思います。別にまた来週も読むかもしれないしはい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。ではここで1曲お届けしましょう。リクエストが届いております。てんたまネーム黒猫のカルテさんからいただきました。おっちゃんこんばんてん。4月になりお花見をされた方も多いでしょうが、ほっちゃんの桜ソング3曲目ということでこちらをリクエストします。堀江由衣桜咲く、ありがとうございます。そうなんですよ、そう桜三部作ということでね、皆さんがこの桜三部作でなんとなくこの3曲を送ってくれたということで、他桜ないよねもうないよね、あるよって方はちょっと送っていただきたいなと思うんですけど、一応3部作で、はい、今回ねこの曲をお届けしたいと思います。それでは聞いてください。堀江由衣で桜咲く。私はうららか見上げる空から多重元気がみなぎってく。さあそうは魔法生きてるんだ、やめられない諦めるだなんて、途方に暮れた昨日にさよなら、ふつふつと湧き上がるこの気持ち、何度でも蘇る甘い逃げ場所だけど、断ち切れ明日を生きるため、祝福の時は来る、手を伸ばして、私はミスモノクローム。おーい、ミスモノクロームが花見をしたがってるぞーな存在。今度一緒に花見に行かない？
それほっちゃんが花見がしたいってポロッと言ったらスタチャ中にその情報が回ったネタですよね。もくちゃんよく知ってますね。私この話題の天丼大好き。その辺はほっちゃんと一緒ですね。ではメッセージを紹介します。テンタマネーム北海道のゆうげつさん。モノクロームちゃんの最近した大きな買い物はクロムハーツの指輪と聞いたんですが、実際のところはどうなんですか？私が買ったのはモノクロムハーツ。いや、どっかで聞いたことありますね。このグッズ作ればよかった。まだまだみんなからの質問待ってるわ。堀江由衣の天使の卵、続いてはこのコーナー、オス不思議塾。私が憧れの不思議ちゃんになるため、リスナーさんからの質問メッセージに不思議回答をしていくコーナーです。まあ、今回もちょっと難しめの質問に5秒以内で答えて不思議ちゃんを目指していくかどうかは分かりませんけれどもとにかくクイズを楽しくやっていくコーナーになっております。前回あんまりねクイズができなくて、なのでちょっと今回2週連続でお届けしたいと思います。なんかね、問題がいい問題がいっぱいあるらしいんで、ちょっと私も楽しみにしております。東京都のてんたまネームバニャーニュさんからいただきました。英語で麻雀の役満第三元のことをビッグスリー〇〇と言いますが、〇〇に当てはまる単語は何でしょうか？英語にそもそも麻雀の役って英語があるんだ。ビッグスリー、ゲン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 、カルタカルタっぽくない？待って、わかんない。ビッグスリー第三元でしょ。第三元、ビッグスリー、ゲンゲンって何？ゲンゲン、あ、オールドイエン。中国っぽいイメージ。中国っぽいイメージ。元忘れて。元忘れる。この元って漢字関係あります？関係ない。ビッグスリー万里の長城ビッグス何？ドラゴンズ。かっこいいかっこいい。ビッグスリードラゴンズっていうの、第三元のこと。かっこいい。へー、あー、これはでも知らなかった、そもそもね。じゃあもう一枚。東京都のてんたまネーム陽介お兄ちゃんからいただきました。4月といえばランドセルを背負った小学生のイメージがありますよね。今ではカラフルなランドセルがありますが、基本的に男子は黒で女子は赤だと思います。ではなぜ黒と赤が選ばれたのでしょうか？あ、最初にってこと？黒と赤も確かに、青と赤でも本当は良かったってことですもんね。あ、昔トイレの色がそうだった。トイレのさ、あのマークがそうだった。ちょっと見てますよ答えランドセルには牛革を使っており、当時の技術で色ムラなく塗れる色が黒と赤だったため、トイレ関係ないじゃんトイレのマーク関係なかった。まあでもあれもう青だもんねあ、まあそうとは限らないか。今やそうとは限らないか。あー、そうなんだ。なるほど。もう確かに色ムラなく塗れる色が黒と赤だったから、まあ量産しやすいみたいなことなのかな。へー、あ、でもこれはいい問題ですね。面白い。なるほど。あ、もう終わっちゃった。はい、ということで、なんかすごくなんだろう、考えごたえのあるいい問題がたくさんありますので、送っていただいておりますので、ぜひ皆さんこのまま引き続きぜひメッセージ、クイズお待ちしております。
堀江由衣の天使の卵、そろそろお別れの時間になってしまいました。いやでもね、このオンエアの頃はちょうど桜とかってどんな感じなんですかね。私は現状まだ全然見れてはない感じなんですけど、あのねリクエストももう桜三部作のさ曲をさもう全部使っちゃったからさ、来週も桜がまだ見頃ですみたいになった時にもうかける桜の曲がないんですけど、他なんかありましたっけ。私三部作って言ってるけど桜四天王みたいな可能性はあるのかな。でもあれです、一応なんかタイトルにも入ってる感じだといいな感じだといいなっていうって思ってるんですけど、さすがにないよね。あるかな、ないかな、あるかなちょっとね皆さんまだこれあるよっていう方がいたら送ってきていただきたいなと思います。番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。おはがきは郵便番号 105-8000 に文化放送堀江由衣の天使の卵それぞれの係まで、メールはすべて小文字で tamago@joqr.net、 tamago@joqr.net、 tamago は tamago です。メッセージを紹介したリスナーの皆さんにはキラキラエンジェルステッカーをプレゼントします。そして番組のホームページはこちらです。 http://king-cr.jp です。ということでこの時間のお相手はなんか4月半ばぐらいまでほっとあってもいいんじゃないかなな堀江由衣でした。それじゃあ来週もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。いつか巡り合う